癒シンガーがお届けする癒しの時間。癒シンガーけいこです。この時間はおすすめの音楽と癒しの声でゆったりとした空間と元気をお届けする時間です。どうぞ最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、けいこです。いつも聞いてくださっている皆様ありがとうございます。そして今日が初めての方、はじめまして、けいこです。よろしくお願いいたします。第2第4火曜日の6時から7時の1時間を担当させていただいております。本来であればスタジオからの生放送でいつもはお届けさせていただいてるんですけれども、今は緊急事態宣言ということで自粛中でございます。お家からの発信でございます。もしよろしければお家のお供にということで最後までお付き合いいただけましたらと思います。さて今日はゲストの方をなんとお二人お迎えしております。ねえ、こんな状況でどうやって3人でトークをするのかっていう話でございますけれども、最近流行ってまいりました皆様ズーム飲み会っていうのを聞いたことおありでしょうかね。そうなんですよ、お二人の方と私ととでズームでつながりまして、で3人でトークをいたしました。その時の模様を後ほど一緒に共有させていただけたらなと思っております。とその前に、癒しんが稽古、なぜ癒しんが、なんだろうそれはと思いの方いらっしゃるかもしれませんので、私自己紹介させていただきたいと思います。まず癒しんがって何でございますけれども、癒すという漢字にカタカナでシンガーと書きます。まあ、一応歌手で、はい、ございます。はい、20年ほど、はい、歌っております。はい、で、はいがなぜか多い。東京都内、都内近郊を中心にオリジナルからカバーソングをプロシンガーとしてお届けさせてもらっております。ではなぜ癒シンガーという名前がついているかと言いますと、それはですね、とある楽曲を録音時にスタジオのエンジニアさんから、あなたの声には癒し成分があると、そんなことを、お伝えくださったんですね。で、そうでありたいという思いも含めて、癒シンガーという名前で活動をさせてもらっております。さあさあ、ここでもう一つの顔とでも言いましょうか。必ずこのことを番組の冒頭でお伝えさせていただいております。私、難病患者でもあります。難病って実はね、すごいいっぱいあるんですよ。もう何百単位です。その中の一つでございます。国の、難病指定にも、指定難病にもなっております。多発性硬化症という病気です。ご存知の方いらっしゃるかな。漢字はですね、OE に発疹の発に、まあ、性、多発性硬化症、硬いですね、硬い化ける症、多発性硬化症という漢字です。どんな病気かと言いますと、脳、視神経、脊髄に炎症が起こり、様々な症状が出ます。様々な症状とは人によって本当に千差万別なんですけれども、一般的に言われておりますのは、例えば視力障害、感覚障害、運動障害、痛み、疲労、めまい、排泄障害、認知障害などがあります。自分の免疫が自分自身を攻撃してしまうためなんですけれども、
病気が再発しないようにと、私はですけれども週に1回免疫調整剤というね、自己注射を自分でブチュッと打っております。筋肉注射なのでなかなか針が長いです。でもですね、そのおかげ、医療の発達のおかげで、私はここ6年ほど再発はしていないんですね。この病気は再発と、まあ、調子がいい時の、まあ、寛解と呼ばれているんですけれども、再発と寛解を繰り返す病気と言われております。例えばですけれども、この病気1万人に1人と言われておりますが、私の、存じ上げている病気の、お友達なんですけれども、1年に20名くらいは再発をして入院をされていらっしゃいます。まあどっちが普通とは言えないんですけれども、うん、そうね、対処治療はあるんですけれども、まあそれが効く効かない、病巣が大きい小さいとありますので、まあ、体の機能が、元に戻らないっていう可能性もあるため、再発させないっていうことが大事です。そしてこの病気になった、再発したって時には、この病名だとわからない時、もしかしたら対処治療も遅れるかもしれません。そうすると後遺症が残るかもしれません。それはね、何が正しいっていうのはわからないんですけれども、おかしいなと思ったら神経内科の受診ということも中には入れていただきたいという思いで、私はこの、啓蒙活動をしております。啓蒙活動をしている理由は、私がなかなかこの病名にたどり着かなかった、対処治療も遅れたということがあるからです。ぜひとも神経内科の受診、一つに入れていただきたいと思います。ということで、皆様お聞きくださいましてありがとうございました。まずは名前だけでも知っていただこうと思いまして、私多発性硬化症の歌というのをもう作っちゃいました。ぜひともこの機に、これを機にですね、あ、なんかあんなことあったな、あんなこと言っていたな、頭の隅にでも覚えていてくれたらと思います。それではお聞きください。ケイコ作詞作曲歌です。多発性硬化症の歌。
加圧性硬化症の歌ケイコでお届けいたしました。そうなんです、ドン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 キドンキホーテみたいにね、頭の中をリフレインしてくれる感じであればいいなと思い、こんな曲を作ってみました。お聴きいただきましてありがとうございました。